皆さん、コンスミレ吸血鬼の三色スミレです。今回は上杉一門の筆頭長尾正影についてお話しします。正影は1526年に上田長尾家の当主長尾草長の子供として生まれました。草長は越後長尾家の当主ね、謙信の父である長尾為景と敵対しており、関東藩令上杉秋貞が越後へ侵攻してきた際には協力して為景と争っています。そしてその争いは次代の正影にも引き継がれることになりました。為景の死後、1547年に長尾春景と長尾景虎との間で越後長尾家の家督争いが起こると、上田長尾家の家督を相続していた正影は春影へと味方しています。春影側についた理由としては、敵対していた古紙長尾家が影虎側についたことが理由だと思われます。結果的にこの争いは越後守護の上杉定実の同定によって、影虎が越後長尾家の家督を相続することになりますが、影虎とは引き続き争うことになりました。1550年に影虎に対して挙兵すると、開戦当初は戦を優位に進めていましたが、影虎側もすぐさま反撃を開始し、各地で敗走を重ねることになります。特に重臣だった宇佐美家や平家が影虎側へと寝返ると孤立を深めることになり、翌年には本拠地の坂戸城が包囲されたため降伏することになります。この時正影は影虎の姉を正室に迎えることになりますが、勝者である影虎が敗者である正影にある意味人質を送ったことになり、いかに上田長尾家の影響力が強かったかがわかりますよね。影虎の家臣となった後は上田衆を率いて武功を挙げており、重臣として活躍することになります。1556年には家臣団の内部抗争に嫌気がさした影虎は隠居を宣言して出家しましたが、正影は影虎を連れ戻すために動きました。もしこの時正影に本意があったとしたら、いかようにも動けたと思いますが、結果的には中心として行動をしています。なお影虎が出家した理由としては、人心掌握を目的としていたのではないかとも言われているんですよ。とにもかくにも無事に影虎を連れ戻すことに成功した正影は、その後も春日山城の留守役を任されるほどに信頼されるようになっていきます。しかし1564年に上田長尾家を揺るがす大事件が発生しました。高戸城近くの野尻池で宇佐美貞光と船遊びをしていたところ、なんと正影と貞光は船から池に落ちて溺死してしまったのです。正影の勢力を恐れた貞光が自らの命を投げ打って謀殺したとも言われており、引き上げた正影の体には刀傷があったとも言われています。というのが中説での正影の最後ですが、この説には多くの疑問が残ります。まずこのお話に出てくる宇佐美貞光は
影虎の軍師として活躍したと言われていますが、実は架空の人物ではないかと言われています。そもそも宇佐美家は忠光の父親とされる宇佐美宇佐忠以降、一旦家系図がわからなくなるので、ますますお主は誰じゃという状態です。またこの時期の正影は春日山城の留守役を任されるほどに影虎とは良好な関係を築いていたため、ここで謀殺するという理由が見当たらないんですよね。有力な味方を自分の手で消すということになるので、ますますよくわからない状態となってしまいます。私的には本当に事故が起きたのか、もしくはこの時期に武田家や北条家と争っていた上杉家のことを考えると、外出して手薄になっていた影虎の重臣が狙われた可能性があるのかなと思います。上田長尾家は当主を失ったことで一旦衰退することになりますが、正影の息子長尾明影は影虎の養子となります。そして織田家の乱を勝利して家督を相続すると、紆余曲折の末、幕末まで大名として存続することになったのです。正影は39歳という若さで死去しましたが、息子は上杉家の家督を相続したことを考えると、結果的に勝ち組になったと思いませんか。またドラマや小説では裏切り者のレッテルが貼られることが多い正影ですが、影虎に敗れた後は最後まで忠臣として行動していますので、もう少し扱いを良くしてあげてください。特に某野望、義理とか気質とかもう少し優遇してほしいです。この動画が面白かったらチャンネル登録、高評価をお願いします。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。またねー。